大きな拍手ありがとうございます。はい、お客様ありがとうございます。音響トラブルにも、はい、席を立たずに最後まで見てくださいました。本当にありがとうございました。メンバーに大きな拍手お願いします。はい、なんか音響トラブルがあったのでアンコールあったらやりますけど、お客さんがアンコールって言わないと僕自分でやったらやらせになるからね。待ってよ、温度取ってあげるね。アンコール、アンコールよ。はい、ちょっとちっちゃいんじゃない？音響さんも怒るよ、もう手震えてるからね。このトラブルをどうに、アンコール、はい、アンコール、はい、自分でアンコールって言ってる。じゃあ皆さんやります。はい、最後まで見てくださいましてありがとうございます。アンコールやりましょうね、せっかくなので。はい、メンバーさん大丈夫ですか？あの最後はチムグクルさんという、先ほど言葉をお届けしたんですけど、チムグクルさんというアーティストの曲で言葉を作ってちょっと振り付けてやったんですが、最後は僕たちのですねオリジナルの曲でチムグクルさんにちょっと作っていただいた曲があって、チュラサというその名前は僕たちの団体名の曲があるんですね。それをちょっとやりたいなと思っていて、本当はね大きい広いところでねスケール感広く見せたいんですけど、この場所はこの場所でまた最高なので、この場所に空間に合った形でやりたいなと思ってますので、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。曲は、はい、チムゴクルさんに作っていただきましたチュラサです。よろしくお願いします。Bye.
最後までありがとうございました。音響トラブル申し訳ありませんでした。本当に最後までありがとうございました。これもならまた会ってくださいね。僕たちによろしくお願いします。はい、グッズコーナーあちらの方にあります。先ほど紹介した僕たちの LINE のお友達になってくれた方に無料でグッズをプレゼントするやつは舞台の下の方で用意しますので、また残っててください。もし登録の仕方がわからなければ、メンバーがやってくれます。おじいちゃんもちゃんもし、まあ、お孫さんと LINE でね、上に上がらない方がいいな、したらいいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。創作太鼓手内田さんでした。はい、メンバーさん中の方に行ってね、お写真とかも一緒に対応してください。また LINE の登録とかも、はい、メンバーがやります。グッズは多分キーホルダーとか、なんだろう、携帯ストラップとか、はい、奥の方では